い、皆さんこんにちは。 BT オプション顧客サポート部のナンチーです。今回ですね、マジックということで、マジックできないんですけども、マジック3手法、はい、名付けて私が名前つけたんですけども、3という数字が今回の取引のポイントとなります。で、この3なんですけども、30分取引で、まあ要するにブレイク、はい、ブレイクを狙って、で3分取引で実際に取引を行うということで、でこのちょっとライブ放送、もうそのままの通りライブなので、もしかしたらその取引の購入タイミングがちょっとない可能性は、ちょっとできない可能性もあるので、そのあたりはちょっと、はい、勘弁っていうかご了承ください。はい、ということでですね、前回ちょっとソーシャルストリームだったかな、なんか私もよくわかんないんですけども、2人ですね、はい、2名の方にちょっとなんか質問が入ってて、今日サポート部の人になんか質問入ってるけど返してないよナンシーということで、大変失礼いたしました。ちょっと1個ずつ行きたいと思います。まずはサーフ8103、聞こえないよ、これ30日前の話なので、これちょっと飛ばします、すいません。声が出ていない放送が3回ぐらいかなあったのでそのことだと思います。はい、でその次の FX369873 ですね、ナンシーさん、マーチンゲールでは負け続けて額が大きくなると怖くなりトレードできなくなります、何か対策ありますか。私たまに漢字を見ないので、はい、誰か手伝っていただける方いたら、はい、入力してくださいね、お願いします。で、対策なんですけど、まあマーチンゲール、本当にまあ怖いっていうのは正直わかります。で、だいたい投資ですね、投資するときにいくら口座の中に必要かっていうと、投資する金額の 1% から 3% っていうのが通常なんですね。本当はそれ以上やってしまうとちょっとリスキーな形になるので、そう考えてれば1万円がやっと資金は、はい、お口座に入ってると100円で取引できるということですよね。 1% でいけばですよ、 1% すごい、なんか私だっていいってなって、すごい取引したくてたまんないんですけども、なので3万だったら300円で購入できる、で10万だったら1000円ということで、こうやって資金管理をするのがベストなんですけども、私はマーチンゲール好きです、それしか言いようがないです。はい、なので資金がたっぷりあればマーチンゲールは怖くないと思います。私の今使ってる会社のお口座なんですけども、2月だったか2月に、50万を入れてもらって、でそこで、トレードを、はい、してるんですけども、今200何万かなんか増えたんですね。で結局何しこれどうやったのっていうの、もちろん他の人がテストで使ってたりはするんですけども、基本的にマーチンゲール大好きっ子なので、マーチンゲールでここまで増やした、で自分の資金って思ってないから、もう何でもやっちゃえみたいな感じで会社にこんなこと言ったら怒られるんですけども、そういう形でやってるんで、マーチンゲールを怖くないと思ってやってるんで、結局はうまくいってるんですよね。いろいろ今私が提供してる手法とかの元でしかやってないので、ほとんどテスト以外は、なので結局勝てるんですよね。不思議なもんですよね。デモ講座 ないですか、こんなデモ講座で取引してて、なんかうまいこといくのに、あれリアルはみたいな感じで、これって結局メンタルなんですよね。だからメンタルを鍛えていきましょう皆さん。はい、で次のストームキャッツライブ、あてか髪の毛なんか跳ねてるな、はい、ストームキャッツライブさん、可愛い名前ですね、なんかミュージシャンかな。100円スタートでマーチンやったら最低資金どれぐらい必要ですか。ですね、マーチンゲールなんですけど、その後もナンシーと伸ばして言ってますね、はい、すいません、返答しなくて。そうですね、私今日ちょっと書いてこう計算してたんですけども、100円スタートでですね、 80% のペイアウトのものを選んで、マーチンゲールで8回まで行くと、そのずっと負け続ける率っていうのがだんだん下がっていって 0% になるのが8回目なんですね。 0% ではないけど 0.36% かなんか、そういうややこしい数字だったんですけども、そこ8回でやっとそれになるんで、それを考えるとですね、100円スタートで最終的に78,000円、310円が必要となります。なぜかというと、100円、次に250円、600円、1500円、3600円、8500円、2万円、47000円っていう感じになります。はい、大変ですね、汗かきますね。でも
これをすると結局は最終8回目で勝てる額は3050円ですよ。ちびちびやると3050円になります。なのでドカンドカンと行くなら4回とかで行くなら結構利益をね取り戻すこともできるんですけども、やっぱり資金結構必要ですね。どんだけ100円であったとしてもですよ。まあ、BT オプション100円からできるんでそれはすごいいいことなんですけど、やっぱり余裕を持ってマーチンゲールするにはそれぐらいの資金が必要ということになります。はい、で私のイラン話はここまでで、ね、はい、ということで実際に今回ちょっとトレード、はい、してみようと思うので、はい、マジック3手法ではちょっと点トレーダーに切り替えていきます。はい、ということでですね、ちょっと点トレーダーを開いてて、そうですね、ちょっと先ほど私が見ていた時にはユーロ王子がもうブレイクした後でした。ちょっと今どんな感じか見ていきましょう。で必ず3分取引をしたいの、まあ1分取引でも私何度か先ほどやったんですけど、うーんって感じでした。なのでできれば3分取引を選択してください。で次に30分足を見ていくので 30M と選択してくださいね。でトレンドラインを引いていくので、トレンドライン以前に説明したように、これパッと見た感じ皆さんどっち向きですか？上向きになってますよね。相場は上がってます。だからユーロが買われてるのかな。はい、ということで安値3つの 3ポイントの安値を引いていきます。安値を引いていく、私も初っ端からちょっと、はい、間違ってますね。もう一回引きます。トレンドラインもうちょっとこの辺りから行こう。ズルしちゃいます。でこれだと3つのポイントだからちょうどブレイクしてますよね。はい、で私マーチンゲール大好きっ子なのでブレイクしたので、とりあえず1万で、はい、ローに購入しました。でこれはちょっと後ほど様子を見ましょう。で次に他もちょっと見ていきましょうか。基本的にはですね、このまあアップトレンドということで私はこうやって線を引きました。はい、アップトレンドね、安値にピピピッと線を引いていきました。で次にここをブレイクした、抜けましたよね、抜けてますよね。本当はここでブレイクした瞬間に購入したかったんですけど、まあまあ大丈夫かな。はい、でローに購入しました。これはブレイクしたと思って逆に行くという予想でローに購入しました。はい、でさらにこれが失敗となった場合、私はマーチンゲール大好きっ子なので1万5千円あるいは2万円ですね、この額のさらに倍を購入してこれを取り戻すように、はい、購入していきます。では他をちょっと見ていきましょう。ユーロカナディアンドル、これもちょっと線を引いてみましょうか。先ほど見た時はそろそろとなんか私書いてあったので、あーでも全然ですね、ちょっとここずれてますが、基本的に上がってますよね、上がってます相場は。でもしかしここにポイントあと3つ目がちょっとないので、まあここをブレイクしたらそろそろかなって感じなんですけど、まだ今は、はい、購入ポイントじゃないですね。ではユーロスイスフラン CHF を見ていきます。これはパッと見た感じ皆さんどう思いますか？なんかレンジになってますよね。レンジなんか水平線を使うと、そうですね、平均線とも言うんですけども、ここうんうん、まあ4つぐらいまでよく反発するなと思うところにもう1個線を引きます。よく反発、あちょっとずれた、この辺ですかね。はい、よく反発するなっていうところに、まあ4つまで、基本は4つまでですね、この辺かな。はい、ということで今レンジ相場でまあ買いどころかな、うん微妙ですね、ここまでタッチしたら買いなんですけども。はい、ということでこれはトレンド、このマジック3手法っていうのはトレンドがはっきりした時にしか、はい、使えないので、アップトレンドあるいはダウントレンドでブレイクした時のみなのでこれでは使えません。ではユーロ円見ていきましょう。ユーロ円はトレンドラインを引けるかな、微妙ですね。3つのポイント引けるところがないので微妙です。あ、これもうすぐ終わりそうです。私マーチンゲールでもう一度、どっち向きだったかな、忘れちゃいました。ローですね、ローに1万5000円、あ10万5000円って なりましたね。1万5000円、あでもちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってください。今
もしかしたらブレイクしたのにもかかわらず、もし抜けてまた戻っていればちょっとまずいですね。購入しない方がいいかもしれない。あ、いいです、大丈夫ですね。あ、いや、なんか上に上がってきましたね。これはちょっと怖いです。ブレイクしてもまた戻ってきてる。うん、大丈夫そうですね。ブレイクしてないですね。大丈夫ですね。はい。何を気になってか、なってたかというと、ここにタッチしても、まあ、ブレイクの範囲に入るんですね。ここ。このライン。しかし、このラインをめちゃめちゃ超え出したら、私はちょっともう、これ、諦め基準として、マーチンゲールをしないつもりです。あ、ちょっと超えてきましたね。怖いです。はい。ということで、もうバーンとブレイクしたら私はちょっと、はい、次の時に購入するということで様子を見ます。でユーロ円ちょっと見ていきましょう。トレンドを引いていきますね。トレンドライン、あ、さっき見てた、見てましたっけ私も。もうすでに忘れちゃってますね。こうなるかな。うん、際どいな。 1,2,3 3つポイント、ここを抜けたら購入時ですね。抜けるかな。なので紙とかに書いて、もうそろそろっていうのを私であればユーロ円要チェックみたいな感じで書きます。はい。ではユーロドルちょっと見ていきましょう。ユーロドルのトレンド、あ、これもどうですかね。なんか微妙にここを跳ね返ってラインがあるんですけど、私はこれ無視するかな。本当は無視とかしちゃったらダメなんですけどね。自分が思うように線を引くもんではないんですけども、微妙ですね。微妙な時は私はこれ購入しないですね。しかし、ここを、まあ、あえて言うなら、ここタッチ、ここタッチ、ここタッチ。なので、これを抜けたら購入ですかね。範囲に。はい。ユーロドル。でも、まだちょっと購入ポイントはまだですね。ポンド、カナディアンドル。うわ、すごいことなってますね、これ。トレンドライン。トレンドライン、これ微妙に引けないですね。なんかすごい微妙な感じですね。うん、私だったら取引しないですね。これもポンド、カナディアンドル。ポンド円はどうでしょう。ポンド円も微妙なこのレンジっぽい感じになってるので、私だったら購入しないですね。ポンドドルはどうでしょう。あ、ポンドドルできるかな。ちょっと様子見ましょうか。うん、こんな感じですかね。でも何しここもちゃんと計算しなきゃという方の声がちょっと聞こえてくるんですけど、こうなったらこうなりますもんね。うん、都合よくここはトレンドラインを引いた方がいいのかな。でもブレイクしたっぽいので、これはちょっともう購入時とはならないですね。でドル円はどうでしょう。ドル円もアップトレンドになってますね。微妙に。うわ、また私、うわー、これブレイクしたっぽいですね。上の方にまたさらに。私だったらちょっと様子見ます。ここはなので今のとこ25,000円負けてます。私の初負けかな、ライブで。最悪だ。でも大丈夫です。こういう時にこそ、おそらくなんかこう熱くなってやってしまおうみたいな感じになるんですけども、ダメです。それはやらないです。カッコつかないと自分でちょっと密かに声が来てるんですけども、いいんです。最後までクールに取引をします。ということは、これが新しいサポートになってるんですかね。ぽいですね。ここにタッチして、で最初ここにタッチして、でまた上がってるんで、なのでここを抜けるまでちょっと少々待ちましょうか。ではちょっと他も見ていきましょう。でここもちょっと引いてみます。どうですかね。この長い足というかヒゲをなんか無視して線を引くのか、ここがすごいポイントになりますね。誰か分かる人、私に教えてください。しかし私はここを抜けたらポイントかなと思ってます。ちょっと今のところ
なんか取引できそうなところがないですね、なかなか。ちょっと待たなくてはいけないのでしょうか。うん、そうですね、今なんか逆の方向に行ってるので、どれも取引できないですね。ユーロ王子、あれからどうなったかな。うん、そうですね、来ないですね、なかなか。参りました、私見せ所がなくなりましたね、皆さんに。と言ってここで諦めて、あ、また次回に放送しますとか、あ、動画後で撮っときますとか、それだったら皆さん信用してくれないかな。一人で喋ってるようになってきましたけど、そうですね、これやりたいけどな、でも今は取引時じゃないし、もう本当にないと思います。もう一度見ていきますよ、もう一度見ていきます。3分取引、30分足、これは基本的にダウントレンドですね。ダウントレンドでちょっともう結構前に抜けた、だから取引はできない。ユーロ王子さっき見ましたね、これをまたブレイクしてくれたら私は購入します。ユーロスイスフラン、これはレンジ相場だから取引はできない。ユーロ円を見ていくと、ややちょっと取引タイミングっぽかったんですけど、ここを抜けてもらわなくちゃ取引はできないですね。取引できないです、できません。はい、でユーロ円はもうそろそろ、ユーロ王子もそろそろだったかな。はい、ユーロ王子もそろそろで、ユーロドルは微妙にできないんですよね、微妙な感じなんで。でポンドカナディアンドル、これはもう最強にアップトレンドとなってて、で落ちてくる気配がなしということで。ポンド円はどうでしょう、ポンド円は微妙な、なんかレンジ相場、ここだけ見るとレンジ相場になってるので、微妙にトレンドがはっきりしてないから取引できません。ポンドドルは今上がってきたけども、基本的にはなんかそんなはっきりしたトレンドではないですね。ドルスイスフラン、これはまあなかなかちょっと上がってきて、でちょっと落ちたけども、ブレイクしたけども今上がってきている。なかなかこれはどうですかね、ここに戻ってもらってブレイクしてしまうともう購入できないんですけども、ここでまああえて言うなら売りですね、売りでそろそろできるかなって感じですね。ドル円見ていきましょう。ドル円はまだ来そうにないですね。基本アップトレンドだけども、ここを抜けなくっては取引はできないですね。はい、ということでちょっとさっきのドルスイスフランがちょっと気になるな。さっき見たのユーロ王子みたいに、ブレイクしたところをまたさらに戻ってきては抜けたらもう最悪なんですよね。なのでここでレジスタンスとなってまたこう下に落ちてくれたらいいんですけどね。はい、ドルスイスフランちょっと目に、あ、でもいい感じだな。すごい取引したいんですけど、もういいですかね皆さん。もう結構19分ぐらい放送してるんですけども、でもこれは我慢するべきなんかな。でもな、下がりそうだしな。あー、やっぱりもう下がってきたんでやめようかな。やめます。いや、やっぱりしようかな。あ、今なんか購入私押してしまったんですか。あー、大丈夫だった。そうですね、でも私は下がると予想してるんですけどね。タッチしてくれたらいいんですけどね、ここに。あ、もうちょっと行ってくれたら、もうちょっと行ってくれたら購入するんですけど、まあ無理です、私我慢できないです。なのでローで購入します。
はい、でユーロ王子にちょっと戻ります。あ、私いけない、1分取引にしてしまいました。あ、本当は3のマジック3手法とか自分で言っといて1分取引もダメですね。はい、ではちょっとこちらしていきましょうか。ブレイクして戻、あれこれじゃないな、これこのここではない、あれトレンドラインがちょっと消えないですね。どうしましょう。消えないです。参りました。ちょっとこれに戻ります。はい、私の大好きなマーチンゲルでさらに購入します。ここがブレイクラインまで来たんでしょうかね。はい、で購入します。ちょっともう一度引いてみます。まだ来てないですね。まだ届いてないですね。でもまあブレイクしてここまで来ることがあると思うんで、ちょっとはい待ってますね。はい、でちょっと他のユーロ王子だったかな、ユーロ王子もう一回見ていきます。てかまた1分取引にしてる。もう嫌だ、もう嫌です、もう私ということは。はい、ここあ、また抜けてしまってますね。だからもうこれは取引チャンスないですね、当分。はい、ないです。なのでちょっとドルスイスフランに戻ります。ドルスイスフランも上がってきましたね。もう嫌って言ったら荒らしないっていう。ダメです、ダメです。では今度こそ私は3分で購入をします。あれ金額は戻ってしまったな。25,000円、はい、購入しました。ということで、てかナンシーそのルール全然あのルール通りにしてないんじゃない。その通りです、ごもっともです。もうダメですね、今日はもうこの取引はどうなるんでしょうか。でも一旦ブレイクしてるんで、ブレイクしたこの瞬間に購入っていうことは今のレートとそんな変わらないんで、はい、なので大丈夫です。でこれで逆に上がるようであればブレイクした場合は諦め基準となります。もうしないです、私は取引。はい、でちょっと他のものを見ていきます。ちょっとデリートをして、はい、ユーロ円取引タイミングはあるんでしょうか。あ、ちょうどちょっとブレイクしたあたりなんでいいですね。これ3分私取引します。でローで購入。はい、でマンチンゲル基本的になんか通貨ペアを変えてあの取引する際には、私であればもう1回負けたものを取り戻そうと思うとちょっとなかなか厳しいので8回できないですよね。なのでもう最初からスタートという形で、私であれば1万円からはいスタートします。でこれは今1回1分取引で見ましょう、どんな感じになってるか。なるほど、こんな感じですね。1分足であれば下がってきてますね、いい感じに。ちょっと30分取引で見るとこのように赤くロウソク味が表示されているので、ちょっとブレイクしたということが分かりますね。本当にブレイクしたてのここなんで、はい、このまま下がってくればいいですね。ということで残り何分ですかね、1分、もう一つは2分ということで、あー下がってほしいな。みんなに見せどころがね、結局そこですよね。私本当にもう負けたと認めてできないっていう、多分皆さんと一緒のメンタルですね。結局はメンタルが弱いんですよ、私も。どんだけやっぱり会社の口座といえども、やっぱりメンタル的に弱くなるナンシーでした。はい、でもやっぱりね、ちょっとやっぱ勝ちたいし、このままうまい具合に終わってくれたらナンシー勝利勝つ ?Win? なんですけど、さあがれさあがれ
もうこういう私一人でいつも喋りながら取引してるんですけど、はい、周りの人は多分ナンシー一人ごと多いなって多分思われてると思います。あ、いい感じに終わりそうですね。やったーやったやった、取り戻した。だから15,000、結局はあんまりプラスになってないんですけどね、多分2000円ぐらいかな。はい、でもまあ下がると予想してブレイクしたと予想して取引したんで、うまいこといきましたね、ドルスイスフランの方。はい、残りあとドル円ですね。ドル円下がれ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 、本当にこのまま逆に上がってきたら私本当に今日ナンシー負けたねって多分皆さんから連絡来るんで、本当はライブ放送で多分一度もまだ負けてないと思うんですけどね、記憶で負けてないだけかな。皆さんそういうのないですか？なんか負けたことは忘れるみたいな。私そのタイプです。はい、でもなんかちょっと怖い動きし始めたな、早く終わってほしいです。4321、イエーイ、1万円が18,000円の利益となりました。はい、なのでさっき私がルール通りに取引をしなかった何でしたっけ、取引をしなかった1分トレードが全てダメになったというダメになったという瞬間にちょっとカメラ切り替えました。はい、ということでやっぱりルール通りにやりましょうっていうことですよ、きっと。はい、ナンシーダメだな。はい、その声がいっぱい聞こえてきます、すいません。ということで3の3手法、はい、結果勝ちました。しかし1分でやったマジックの方法じゃないやつはボロボロマジックになりましたということで皆さんぜひこのマジック手法を一度試してみてください。はい、ということで次の次回のライブまで、はい、お楽しみにしててください。 Thank you for watching. Goodbye.